はい、皆さんこんにちは、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。今日はですね、こちらいつ買ったかわからないぐらい昔に買ったトミックスの電気機関車ですけど、こちらのナンバープレートの取り付けがまだでしたので、今日はそちらの取り付けを行っていきたいと思います。ではスタート。はい、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。もうこれね、本当いつ購入したか全然僕覚えてないんですけれども、トミックスの電気機関車を購入していたんですが、この2つ、ナンバーの取り付けが行われていなかったので、今日はこの取り付けを行っていこうと思います。まあ、ちなみに僕がなんでトミックスの機関車を購入しているかという話なんですけど、前も言いました、同じものが加藤トミックス両方から出てたら僕は加藤を選ぶ派なんですけど、機関車だけは実はトミックスを選んでいて、その理由は自動開放レールだったかな、磁石の力でアーノルド・カプラが浮き上がって列車を開放させることができるというレールがあるんですけれども、前のジオラマでそのレールを使って開放したり連結させたりして遊んでたことがあります。まあ、その関係で僕はトミックスの機関車を購入していたんですけど、今はもうそのレールを使っていないので、今のレイアウト、前のレイアウトからもそのレールは使っていないので、本来だったらまあ別にトミックスにこだわる必要はないんですけれども、まあたまたまうちにトミックスのまあこの機関車があるということになります。で、2両まだプレートをつけてないというお話をしましたが、よくよく見ましたらですね、こっちの ED79 は、側面はついてなかったんですが、正面はついてました。で、左側も、この何ですか、この名番なんだっけ、会社の番号だけ取れてました。ですので、どうやら、途中で取れちゃったみたいです。で、その破片も残ってないので、今日はまあこれ番号むちゃくちゃになっちゃいますけれども、まあ何でもいいやと、見た目さえ良ければいいやと、僕番号にこだわりませんので、まあ、なんか適当に余ってるやつをこっちの ED79 の方は取り付けます。で、こっちの EF65 に関してはまあ何かこだわりのある分、こだわりというか何か揃った番号のプレートを取り付けていきます。で、まあこのプレートを取り付けるの、僕前回の動画で、まあ、僕ピンセットで出るのが苦手ですってお話をしたら、割り箸に両面テープをつけて、まあ、それを使ってプレートを取り付ける方が楽ですよっていうコメントをいただきました。あ、なるほど、それいいなと思って、両面テープは探して見つかったんですが、うちに割り箸がありませんでした。で、そのことをツイッターでつぶやきましたら、またまた親切なコメントをいただきまして、まあ、爪楊枝でもできますよと、同じようなことはできますよと書いてありましたので、今日はね、爪楊枝に両面テープを貼ってプレートを貼り付ける作業を行っていきます。じゃあこっちの ED79 から、貼っていきたいと思います。あ、ここに1個プレートはありましたね。これはどこの会社のなんだろうな。上2つ、僕機関車にはあまり詳しくない、あ、こっちのプレートは2つあったな。わかるかな、これ2つありました。まあ、ですので、このなんていうんだこのプレート、はい、トミックスの機関車の説明書はケースの中から出てきますので、こちらを開けて、そのナンバーとメーカーが決まってまして、2番が日立、7番が東芝、10と16が三菱と一応決まってるんですよね。で、僕はどうも東芝東芝なんですよ。僕東芝のね ED79 の7を選びましたので、東芝なんですが、まあ、ED79 の7のプレートがもうないので、そうですね、まあ仕方ありません、なんか適当に貼っときましょう。はい、それでは ED79 について少しお話をします。僕が持っているトミックスの品番2123の ED79 はホームページで確認をしますと、もうすでに、記載がありません。今あるのが品番2176の ED79 ゼロ型電気機関車となっておりますので、僕が持っているのはかなり古いタイプの ED79 ということになります。
こちらの発売が2008年8月とホームページに記載がありますので、僕が持っているものはそれよりも前ですから、今よりも12年以上前に発売されたものだと思われます。はい、まずは ED79 のナンバープレートの修復 OK です。では続いて EF65 いきます。こちらは全く取り付けが済んでいませんでした。正面もこのようについてません。側面もついていません。まだ一つもプレートがついていませんでした。はい、こちら一応入ってたのがこの正面のプレートと側面のプレートとからメーカーのプレート、ヘッドマークの台座です。ということはヘッドマークがどこかに入っているわけですね。はい、さっきも言いましたコミックスの説明書はこの中にあります。おお、はい、この通り両面テープと寝台特急のヘッドマークも入っています。ではこちらも説明書を参考に何番にしましょうね。何番に、単純にこの1100でもいいんですけど、左上1115川重と富士電機、これにしましょうかね。川重と富士電機、しかし川重と富士電機がどこにあるのかがわからないな。これどうせ読めねえな、これ。いや、なんだってな。では取り付けていきます。でまずは先頭からいきましょうか。先頭から1115にしましょう。はい、それではこちらも僕が持っている EF65 についてお話をしたいと思います。僕が持っているトミックスの EF65 は品番が2101のものでして、こちらもトミックスのホームページには記載がありません。今あるので EF65 いろいろあるんですが、2111 EF65 一線型電気機関車、こちらの記載がありますので、おそらく、まあ、こちらに切り替わったものだと思われます。これも発売時が2008年7月となっていますので、僕が持っているものは、これより古いもの、今から12年以上前に発売されたものだと思われます。まあ、この新しい方のものの特徴がフライホイール動力の搭載とか、あとは印刷済みヘッドマーク付属になっているので、ここら辺が僕の持っているのと違うのではないかというふうに考えられます。はい、いかがでしょうか。なんとか取り付けを行うことができました。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで視聴者様からいろいろなアドバイスをいただいたおかげで、苦手だったナンバープレートの取り付けを比較的容易に行うことができました。いやー、ほんとね、ナンバープレート取り付けるの本当に苦手だったんですよね。だからもう結構後回し後回しになってって、結局これが最後、もう完全に忘れた状態でしまってあったんだと思います。今日は無事にね、ナンバープレート付け忘れたのとかのとか、外れちゃったのとか、うまいこと取り付けることができたので、よかったと思います。はい、僕こんな感じでいつも鉄道模型で遊んでいる様子を YouTube にアップしていますので、興味のある方もし見えましたらチャンネル登録していただけると、僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。